次はちょっとね、ウクレレのフューチャーしたいと思います。聴いてください。 Guava Jam。 ありがとうございます。俺なんか練習とか、あ、分かりづらかったわ。それ言いたかったんだ。どうせなんかどんどん僕の。